ミスター e t c と高速人化ター e t c は首都高速道路株式会社が主に ETC 普及、利用促進のために活用しているキャラクターである。白い車型の顔に ETC の文字で表情を作り上げている。コマーシャルなどでミスター e t c の声を担当しているのはタレントの松尾隆ライバルは東日本旅客鉄道のスイカペンギン。 チームマイナス6%チームインナンバー564でもある。2008年日経エンタテインメント第3回勝手にエンタ大賞。あまりにど真面目すぎるで賞受賞。関係する女性キャラクターとして、ミズカレージョ ETC という ETC ゲートへの侵入手順から命名がいる。TV コマーシャルカレージョのお出かけ編の歌は篠原智恵が担当していた。 キャラクターデザインは電通のアートディレクター。Mr.ETC が登場する動画としては、プチ旅公式サイトとその中にある Mr.ETC 目撃情報があり、様々な場所に登場して、おどけたり失敗している Mr.ETC を見ることができる。走り塾とは Mr.ETC が首都高速道路の料金所付近を激走する YouTube 動画のことである。 番外編として、首都高速道路料金所付近以外を走る動画もある。動画と一緒に、ミスター ETG の出没場所の壁紙が用意、されている。走るときは左腕に東京スマートドライバーの腕章を巻いている。ミスター ETG がメインビジュアルとして登場した、首都高速道路のキャンペーンミスター ETC のテレビ CMETG ガイド。ありがとうございます。